小見さんは慣れました。今回竹尾さんが直したよ。え、あ、僕？え、なるほど。じゃあ僕です。ごめんごめん。あ、まあ、竹尾さんが直しに入ったから僕はいいかなと思って。違うからね、これ。マットとインポスターのやつじゃないから。いや、僕は違うから。だとしたら下手くそすぎる。よし、じゃあいきますかね。はい、お願いします。プロメイト。バタ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 。おかみさんです。どういう健康犯なの？いやいやいや。アルマさんです。頭使ってないな。ローラで。え、今貨物の下が割れたも死んだよね。あ、そうです。あ、じゃあ罪だ。残念でした。畑迫さん、僕を信じてください。おかみさんはアーカイブからシャワー方向に行ってます。ああ、積んでる、積んでる、完全積んでる。信じますよ。シャワーにしようと思ったのに。いや、いや、てか、メイヤさん、貨物空きだったから、多分無理っす。積んでるな。弁当じゃん。竹尾さん、ネロちゃん、あとはよろしくお願いします。なよ。なんでもマットで積んでる。早いな。バラされた。あー、タッパだ。ちょっとエレキ戻るか。エレキ戻ってまうか。いねえかな、ワンちゃん。エレキ死体ありそうよ。おいおいおい、はい、レジミア、おめえジンガやろ。え、おらー、オラップ。もう15秒くらい前には死んでました。マックン、序盤はエレキの勝ちやってたけど、あ、そうなんだ。抜けたね、どっかに抜けた。バイタル方向には絶対来てないです。多分メインか石油側だと俺も思う。僕はバイタル見て貨物の方行った時、バイタル貨物館は閉まってたんで絶対こっちには来てない。うんうん。なんすると俺が停電中にエレキで、アルタかネロ置いてメインシャワーアーカイブって言って、うん、ちゃんと奥もチェックしてるからこっちにないので、あたさこが怪しい。え、そうなの？左のボタン。誰だっけな、左とかでするの。いや、てかね、片サコ以外いた。エレキ。アルネロと多分アーカイブ脇で、僕はシャワーでタオル。あ、ないか。そうだね。違う、アーカイブの残りを入れ終わって、シャワーメインでタスクをして、メインの搬出やって、出て、エンジン行って宿舎金庫。金庫で吹き吹きと着替えをして、扉全部開けてミーティングです。オラフ君がエレキにいたって停電になる前、まあ、全然序盤序盤、まあ、もうめっちゃ序盤なの、うん、あれ、俺がバイタルダウンロードやってるのを見た人っています。今僕が見てるよ。何期か始めたぐらいで誰かが、ちょっと俺ガミさんのやつ言いましたよ、うん、このさ、停電中にアルバ君と僕がメインシャワーって下ったじゃん。確か、あ、違う、メインエレキか、うんうん、だからオラフ君、僕はメイン側にも来てないのかなと思うんだけど、まあ、メイン側に来てたらエンジンに抜けてるしかないと思うんです、うん、アルシンがそうシャワーメインって言ってメインからエリキ行くくらいに停電があってみたいな、うんうん、エリキもめっちゃ人いたから、うん、だと思うけどな、まあ、左側けるとしたら、うん、かなとは思います。なんか僕がエリキにいなかったみたいな話だけど、僕最後エリキでネロちゃんと会ってて、シャワーで、アルマとシンタロウがいて、その後に、そういたの。え、慎太郎は完全兵装だったよ。
そうだっけ、慎太郎ってずっといなかったっけ、あれ微妙違い、いやエレキ高田さん確実に俺目線で慎太郎ずっといるイメージだけどな、エレキ割とずっといたと思う、停電中確かアーカイブとかで湧いてアーカイブシャワーメインエレキだった気がする、移動経路あとね、慎太郎高田とずっとやってたイメージ、でも新様は停電になってからっすよ、行ったの僕と一緒に行ってるから、ね、ネロちゃんはとりあえずずっといた、うん、あと、セキュで神殿だったらエレキの人誰だって、そこじゃないと思ってたけど、あのやり方したくね、藤宮もよくわかんないよ、言えちゃったわ、まあ、確かにそれ議論じゃなくない別に、ちなみにセキュで死んでるなら誰でもできる、停電中多分セキュに進行誰でもできると思うから、扉全部開いてるの見て、そんだけ歴に入れたんだったら、うんうん、まあ、ちょっと聞きたいんだけど、藤宮ってさ、新卒でダウンロードしてからエレキメインっていう、はい、メインシャワーアーカイブラウンジまで、なぜとすれ違った、エレキでアルタかネロ、うん、見てます、見た、あー見てる、なるほど、僕は正直見てないんだけど、バイタルエレキ間のドアだけが開いてたから、多分それが藤宮だと思う、アルタが8番から9番に行くのと俺はすれ違って、ネロちゃんが4番にいるのを見てメインシャワー、マジで申し訳ないんだけど、停電中誰かと忘れ違ったんだけど、一人も分かんなくて、うんうん、足とかしかガチで何も見えんかった、まあ俺はメインに上がってるから、まあ一応容疑者っちゃ容疑者には、はい、視点はそう右側にはなさそうだから左側想定で、うん、で旗どっちかかなっていう、バイタルには絶対来てないから、まあ、うん、一応昨日の投票って聞いてもいい、はい、旗サコに入れちゃった、僕旗サコ1票なんか対抗みたいになってたから、モクモンプテ、僕はで畑さこじゃないと思うなって言いつつ入れる、うん、ないと思うけど、対抗ってなるんだったら、まあ別に1日前狼落ちてるから、まあいいかなと思うから、うん、自分が死にたくないし普通に入れたうろ、ん、なんかもう一人いなかった、ネロプテが畑さんで、畑さんがプテさんで、223いや223だったから多分合ってる、うん、今だからプテさん投票がもう一人いらっしゃる、俺俺、まあ始めた、大了解了解、まあ次はどこまで芝がせますか、僕は最後10秒、まあ、いや、慎太郎さんからプテに向かって全然ないと、どこまで白が出てるの、僕目線プテさんは全然わかんない、覚えてない、あったの、まあ覚えてないし、まああったとしても多分中盤とかそれる前だから、そう、停電前にシャワーに、うん、シャワーでのアルマ、慎太郎を見て、その後僕除染、配線除染やってからエレキ、ごめん、いたわ確かに、今思い出したわ、うん、停電になったのが僕と新さんがメインにいる時だから、でその後僕が勝ちやってバイタルに行ってるから、あの停電なりかけから停電中盤の間に絶対オラフ君死んでるから、うん、後半のなんかその死人はあんま意味ないと思って、あエレキだね、うん、最後ら辺の死人はあんまり、俺の主観で申し訳ないんだけど、鬼木と高田さんはずっとエレキら辺にいたなっていう、その停電前も含めてね、うん、っていう認識だから、この2人が一番切りづらそうかなと思ってたのね、まあ、わかんないけどね、まあ、僕目線高田さん結構厳しそうに感じるけど、ね、うん、石油だとしても、ね、まあ、そうね、俺も同じく、まあやろう、石油だったらワンチャンぐらい行って帰ってくるっていう、あでも3番までわざわざ行くかなと思って、奥でしょ、あの国よってなってるんですよ、ちなみにタスクやってないからな、あそこで死体あるかなと思って見に行っただけで、なんもないけど、はいはい、ライボ、絶対できないって言えるんですか、高竹って、いや絶対ではない、絶対ではない、まあ厳しそう、やんなそうってくらい、うんうん、あれ僕目線高田さんは無理っぽいですよ、ちなみに、あそうな、
多分停電中含めて高田さんとエレキで3回ぐらいは会ってるから。あ、そうだからネロちゃんとか、そう慎太郎が来る前にその高竹ネロとかがずっとエレキなの、うん、でここはもう死人めちゃくちゃあるので、うん、まあ、1回僕ダウンロード行きましたけど。あ、そうだ、おたけが一緒にいなかったぐらい、うん、まあでもネロちゃんは結構すれ違った。これもしかして僕以外全員容疑者、まあそうね、長かったから長かったからね、そう。いや、そう、僕も停電長かったからな。停電僕が結局貨物まで行って直してるんだけど、そんだけエレキに人がいたんだったらまあ直んなくても。小見さんは誰直したん？今回竹雄さん。え、あ、僕？あ、え、なるほど。いや、じゃあ僕です。ごめんごめん、なんて言った慎太郎今。え、今回小見さんも竹雄さんが直したよって。慎太郎どこで見たの？どういうやり取り？え、今回小見さんまで僕竹雄さんが入ってって、僕はコックピットに入ったけど。あ、そういうこと。うん、あの僕直したら慎太郎がいなかったから、あれ僕じゃないんだと思ったけど、僕しかいなかったので、ね、あ、まあ、竹雄さんが直しに入ったから僕はいいかなと思って。違うからね、これマットとインポスターのやつじゃないから。違うから、まあ、だとしたら下手くそすぎる。しどろぼどろ。竹雄さんが直してるところしか見てないから、慎太郎いなかったから何言ってんだろう。いや、一緒に入ったけど慎太郎がいなくなってたから、ああ直して出てったのかなと思ってた。あー、そういうことね。違うかな、ね、信じてます。あ、直して出てったと思ったってことか。そうそうそう、白いな。まあ一番怪しく見えるのは畑迫だけどね、やっぱ。やべえ、覚えてねえ。何よその動き、あたさこ。びっくりした。もうタスクや、これは。あたさこか。あたさこか。え？いや、わかんない。なんか U ターンしたからいいしなと思って。え、どこを U ターンしました、ちなみに。メインエンジン。あれは、扉開けた、扉開けるタイミングで扉開けないから D 押しちゃってただけ。まあ、どうだろう。え、ハタさんなの？え？ガミハタに見えなかったな。いや、見えないでしょ。だから違うんだよ。ガミさんってもうほぼ釣られる状況だから。まあまあまあ。そうだね。そんなとこに、出たっけ。そんなとこに助け目出しに行ってもね、意味ないから。今なんか U ターンしてったやついたな。おい、誰だ。プテか。なんだ、プテか。不死身やネロちゃん。個室真ん中。セキュでカメラ見て、うん、セキュでカメラ見て下やったから発見しに行きました。うん、まあタスクは終わってます。あれもあと1。まあ僕もあと1。あ、そんなに。だけど終わります。あと4あります。まあ俺も4あるけど終わる。まあ、定年前に石油デプテとすれ違ってたから、っていうのセルフは俺視点はちょっと追いづらいかな。多分、慎太郎さん、貨物からぐるって言ってるけどな、慎太郎さん。めっちゃ動くな。高田さんもシャワーぐらいいたよね。うん。お兄貴もメインいた。うん、で、あれ？おたけと誰だっけあれ？ネロちゃん。あ、ネロちゃんか。あたさこっぽいけど。うん、感じるけど、うん、まあまあ、あそこでしょう。竹雄さんがあのキッチンのバーガータスクやってるの見ても武器コックピットですよ。武器コックピット弁当かな。あれなんかさ、じゃあ畑迫ってエレキ側から来た？あ、そうです。プテとすれ違ってます。そうだよ。
や、なんでもないです。なんすか、違和感が。キッチンの弁当タスクはしましたよ。うん、いや、それですか。全然弁当のことじゃなくて。じゃあ、何ですか。金庫。金庫。片坂っぽいけどね、これ。今、ゴミ。ゴミゴミです。最悪すぎる。吠えて給油。吠え。まあ、いいじゃねえか。プテネロちゃんです。プテの足元に、あ、石油のテープタスクのところに死体がありました。ネロちゃんが思いっきり切って29秒待ってからレポートしてやろうと思って待ってました。僕はタスクをします。タタさんは多分マットだ。じゃあ、いや、そういうことなら理解できるよ。だって普通にプテがカメラ見てるよ、隣に死体があったら切ったんだなんて思っちゃうじゃん。そうです。切符でいいっすかね。はい、いいよ。脇がゴミすぎて、ね、でも畑さん、ね、脇がゴミすぎて、ね、ちょっとね、まあまあ、もうちょっとかかります。俺もうちょい、ただ終わるはず。アーカイブからぐるっと待ってミーティングまで走った。もう次ゴミ脇だときついかも。大丈夫、1分半。あー、まあ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 、貨物か。一瞬分かんなかった、貨物だって。Passou? はい、惜しい。ありがとう。ナイスナイスナイス。ネロちゃんが切るしてたもん ね、 ね、いや、髪切る決まりまくってた。髪切るだったちょっと、でも髪切るだったな。髪切れて。あ、僕はテープタスクやね。テープタスク。え、結局それはネロちゃんじゃないの？じゃあネロちゃん。あ、やっぱネロちゃんなんだ。すごっ。よく髪切れてますよね。神さんの作詞だった。切って戻ってきたの。神さんもすごい切るだったから。神さん黙ってられたのに。そうか、あの時もうネロちゃんしかいなかったのか。そうそうそう。あ、そうかそうかそうか。神さん霊界でリセモラリセモラって言ってたもんね。とんでもねえ長いことになっちゃった。そうか。